はい、どうも皆さん、ケジオです。ということで今回も、本編ですね、前回の続きなんで58章の続きからですね、やっていきます。今回はそのまま撮ってるから、お知らせはないですと間違えましたね。名鑑ですね、早速見ていきましょう。前回ね、58章入りまして、まあなんとか岩倉城にね、もうなんていうかもう飛び込むことができた、まあ、駆け込むことができたって言ったらいいんかな、見やけど、まあ春貞に囲まれて牢城を強いられてて、まあなんとか打破したいっていう中で、まあ若菜ちゃんがね、まあアクションを起こすわけないけど、まあね、冬の危ないって言ってる立山のね、山を越え、まあ助けを求めるようっていうかね、まあなんか動こうとしてるんやけど、まあ健介くんはね、現代でその冬の山の怖さを知ってるから、まあ止めるんやけど、まあね、若菜ちゃんってそんな止めて聞くような子じゃないし、やっぱアクション起こしたい子なんで、まあちょっと止められやんくてどうしようってなってるとこかな。はい、まあでも若菜ちゃんの気持ちもね、やっぱ分かってあげられると思うよな、健介くんは。まあアクションは起こしたいけど、やっぱり冬の山は怖いしなっていう感じで、まあ今後どうなっていくのかっていうとこですね。はい、見ていきましょう。はあ、わかったよ。ケンスケ様、ケンスケくん、あ、止めてくれるんじゃなかったの？ま、今回の若菜ちゃんがあまりにも聞いてくれやんから、もう行くことにするんや。ここまで決意が固いとな、もう俺たちが何を言っても勝手に出て行っちゃうだろう。そっちの方がまあ嫌やしな、勝手に出て行って遭難してって。うん、若菜ちゃん確実に遭難するからな。勝手に出て行って遭難されるよりは、可能な限りの安全策と一緒に送り出した方がずっとマシだろう。うん、やった、ならすぐにでも。ただし条件が2つある。なんだよ。あ、ケンスケは連れて行かないぞ。若菜ちゃん一人で行くの？ケンスケくん、行かないってば。できることなら一緒に行きたいけど、まあ全員止めるよ多分。それはこっちの守りのことだってあるし、ケンスケ隊トップの俺が抜けたら、それこそ力を貸してくれる岩倉城の人たちに申し訳が立たなくなる。まあやっぱ立場上っていうのもあるしな。うん、まず冬の山歩きに慣れた岩倉の兵を何人か補佐につけること、案内と助言役の彼らの判断には絶対従うこと。あ、まあ経験者はさやな、連れてった方がいいな。それから夜が明けてから出発すること、夜の雪山を歩くのだけは絶対に許可できない。まあ体温とかも下がるしね、夜とかは。まあ危ないもんな。この2つが守れないなら、どんな手を使ってでも止めるぞ、若菜。どんな手を使ってでも行くって言ったら？拳を握ってみせる若菜に対して、俺も静かに構えてみせる。若菜が毎日鍛錬を重ねてるのは知ってるけど、俺だって若菜に負けるような鍛え方はしてないし。いや、若菜ちゃんがどれぐらい強くなったやろな、最初の頃から。うん、一応三話にはちゃんと勝ってるっぽいしな、あの実力で。若菜が無謀な雪山アタックで命を落とすくらいなら、一生恨まれるのだって安いもんだからな。まあそうよな、絶対一人で行くよりかはいいからな。分かったよ。俺の殺気を感じてくれたのか、若菜は小さなため息とともに構えを解いてみせた。その代わり、明日は朝日が出たらすぐに出発するからな。僕だってそれは譲れないぞ。ああ、だから今夜はゆっくり寝て朝に備えてくれよ。ワンコ、ヒナ、俺は岩倉城の人たちと話を詰めてくるから、若菜を朝まで寝かしといてくれ。勝手に行くなよマジで。頼むで。
ち、行くよ。え、あ、ちょっと、おい、こら、ケンスケ、僕はちゃんと一人で寝られるから。そう言って夜のうちに出られちゃたまらないからな。二人とも朝まで布団から出すんじゃないぞ。お任せくださいわ。やったー、ケンスケ君公認でお寝坊し放題だ。そこまでは言ってないけどな。ちゃんと日が昇ったら起きるからな、ひな。さて、岩倉城に山歩きに慣れた人がいればいいんだけど。まあ、おると思うけどな。うん。というわけで、夜通し準備に奔走しているうちに、夜明けはあっという間にやってくる。おーおー、よかったよかった。なら皆さん、よろしく頼みます。お任せください。若菜に同行してくれることになったのは、炭焼きや木こり出身で、この辺りの山にも慣れた兵士が数人に、たまたま岩倉城に避難していた本職の漁師が一人。おお、心強い。それは心強いな。若菜は、この人たちの言うことを聞いて、絶対に無茶しないようにな。頼むで、ほんまに。言うこと聞けよ。わかってるよ。僕だって、無事に山越えができるならそれに越したことはないからな。頼むで。ちょ、止めてな。その数人の兵士。うん、若菜ちゃんマジで聞かんときあるから。その代わり、僕が戻るまでに城を落とされたら許さないぞ。ああ、俺たちだって生き残りたいからな。若菜さん、気をつけてくださいまし。いやー、これ最後のめっちゃええシーンで若菜ちゃんがさ、みんなを連れてきてくれるって考えたらちょっともう泣きそうやわ。もうピンチって時、もうマジでピンチって時にさ、マジそれなんかいいよな。うん、これ私たちで握ったおにぎりだよ。途中で食べてね。ああ、それじゃあケンスケ、すぐ戻ってくるからな。もう本当に帰ってきてな。それだけが心配。そしてまだ朝日が山の端を離れないうちに、若菜たちは城の裏門を通って東へと出立していった。うん、若菜大丈夫かな。まあ心配よな。とはいえ、試されるのは若菜さんだけじゃなくて私たちもですけどね。まあそうよな、若菜ちゃんが戻ってくるまでに維持しとかな。でか、まあ落とされんようにしやなあかんでな。若菜さんがうまくいくにせよ、ハニーたちの打った策で応援が来るにせよ、半月、早くて半月、2週間ちょっとってことか。春貞たちが春貞が俺たちに籠城戦をさせたがってるのは本当だろう。でも春貞がその気持ちを変えたとき、本当の攻城戦が始まったとき、俺たちはどれだけ耐えられるんだろうか。長い半月になりそうですわね。春貞がどれだけやるかよな。うん、まあでも一回籠城戦落としとる実績あるっぽいしな、向こうには。前回言ってたけど。俺のその疑問に答えられるものは、今の健介隊には誰一人としていないのだった。いや、だいぶ不安。籠城戦もそうやし、若菜ちゃんのことも。誰が今年は雪が降ってないって。ただの噂みたいなもんやろそれ。やから健介くん止めたんやで。さっさとの、どうか大声はお控えください。ああ、悪い。大きな音を立てたら雪崩が起きるんだっけ。なんかそれ言うよな。うん、あれマジなんかな。声出したらもう雪崩れてくるって。いや怖いよな。さようです。鬼や獣が出たとしても、その槍の鉄砲もお使いにならないでくださいね。てか若菜ちゃんさ、イベントで一応雪山体験してるよな。まああれはまた別なんかな。まあ、一応そのイベントでひなちゃんたちとね、あの雪山体験してるはずなんやけどな。分か
ば。でも黒百合が咲いてるところを過ぎたと思ったらこんなに真っ白になってるのか。これでも冬の立山では雪が少ない方ですよ。これで僕の身の丈の倍は積もってるのに。人一人分積もってんのやばいな。いつもの雪の量ならその倍でも効きませんから、やばいなマジで。あのケンスケがおじけづくわけだ。そうよ、本当にやばいんやから。とはいえ吹雪いてきそうですし、どこか隠れられるところを探した方が良さそうですね。この先に小さな洞窟がある。このまま天気が崩れるようならそこで夜を明かすことも考えよう。あー、やっぱ漁師はやっぱ頼りになる。僕が急いでるのは分かってるんだよな。でもしゃあないからな、こればっかりは。新田様からはまずは生きて帰れるようにと厳命されておりますのでな。まあちゃんと言うこと聞いてな若菜ちゃん、頼むでほんまに。しびれ切らして勝手に出てくなよ。俺たちも城の仲間は助けたいですよ。必ず立山の向こう側にお送りいたしますから、今は無謀よりも確実に歩を進めることをお考えください。分かったよ。ああ。頼むな。頼むで、若菜ちゃんも頼むで、本当に。うん。若菜ちゃん、大丈夫かな。めちゃめちゃ心配してるな。いや、でもそうよな。心配するよな、これは。天気も悪くなってきたね。うん。分厚く重苦しい雲に日が陰る中、城の裏門で東の空を見上げていたのはひなとわんこだった。二人とも見張りの交代で休憩してたんじゃないの？そうなんだけど、やっぱり若菜ちゃんが心配でね。まあそうよな。若菜、ユリの話をずっと気にしてたもんね。まああんだけね、あんだけユリがね出てこりゃね、やっぱ嫌でも。ユリの名前を持つ女と黒ユリの話だっけ。彼方に見える立山の空はこの辺り以上に黒い雲が垂れ込めていて、山肌は中腹辺りまでユリに覆われて黒く染まってる。確かにその光景を前にすれば不吉な何かを感じずにはいられない。それもあるけど、ケンスケ君を助けて手柄を立てるんだってずっと言ってたから。てかそもそも花坂立山編始まってずっとかかり気味やからな若菜ちゃん。それも心配いいよな。特に最近、頑張っても裏目に出ることが多かったしね。いやここ最近マジでそうやったから。若菜は十分力になってくれてたけどな。若菜ち、自信があるように見えて自己評価が妙に低いっていうか、一度失敗したらずっと引いてるというか。まあ結構メンタル面がね、あれなの、割とやっぱああいう子ってなんていうか、一見なんか自信が満ち溢れて元気なように見えるけど、一回失敗すると結構メンタル面で引きずっちゃったりするの多いよな。だから若菜ちゃん結構そういうタイプよな。肝心なところがヘタレなんだよね。まあね、まあいいとこでもあるけど、確かにね。失敗っていうと紀州の太田城攻めってやつか。そうそう、最初のね。でもあれ、クオンを休ませようと思って無理しちゃったんだろ。クオンそういうところで怒ったりしないだろ。まあ全部分かってたしな、クオンちゃんも。それで何万もの兵を失ったとかならともかく、兵の被害もなかったらしいし、それで頭ごなしに叱るようなクオンでもないはずだ。そうなんやけどな。やっぱそうなんやけど、やっぱりまあクオンちゃんのメンツの潰したとかなんやで勝手に悩んじゃうのが若菜ちゃんやでな。だと思うんだけどね。まあクオンちゃんは絶対に分かってるから、
大丈夫やと思うけど、まあ、多分あれ以上多分もう言わんとは思うけどな、太田城攻めのことは。とはいえ若菜の性格なら気にするか。うん。うわー来た。あれって富樫春瀬だ。だな。了解。みんなの迎撃の用意は？もうできてます。 OK。 ケンスケ様、若菜が帰ってくる場所ちゃんと守らないとですね。そんな若菜ちゃんの心配もそうやけど、こっちも頑張らなあかんでな。そういうこと。じゃあ行こうか。なあ頑張らなあかんなこれは。うん、若菜ちゃんのためにも。ああ吹いてきちゃったな。一方若菜ちゃんね。さっさ様は奥へ。すぐに食事の支度もしますので。今日はここで朝を待つのか？この吹雪じゃどの道動けませんからね。方向も分かりませんし、雪に隠れた崖にでも足を踏み入れたら一巻の終わりです。まあそういうのその夜の怖さって、その吹雪いたら周り見えへんし、まあ、絶対遭難するし、方向もわからんからね。で、本当に崖から落ちたら終わりやしな。うん。それが怖いんよな。わかったよ。お、ちゃんと言うこと聞いてる。なら、少しでも体を休めてください。ああ、って、うわぁ！どうした？何事ですか？びっくりした。あ、これ。仏さんか。ああなるほどな。行き倒れのようですな。この雪山に迷い込んで餓死でもしたのか。いや背中に傷跡があるあたり、鬼でも襲われたのかもしれませんな。ああ何？ああ仏さんって、ああそういうことか。やられてしまった人が、あー倒れてたわけか。なるほどな。鬼に、その鬼ってまだこの辺りにいるのかな。いやーかもな。洞窟のおかげで形は保っていますが、それなりに時間の経ったムクロのようですからね。あーまあ経ってんのか時間は。ええ、ここに来るまでにそれらしい、痕跡もありませんでしたから、鬼ももういないでしょう。うん。でもこの鎧の門って、お、どこの門？まずい、また吹雪始めた。さっきまで晴れてたのに。山の天気は変わりやすいですからね。さっさ殿、くれぐれもおはぐれになりませんよう。わかってるよ。けどこんなに視界が真っ白じゃ。ああ吹雪いてるからな。それにすごく寒くて、手足の感覚も。おい、やめろやめろ、やばいぞ。負けるか。そうよ、絶対寝るなよ。若菜ちん。若菜。くそ、なんだこれ、幻まで見えてきたっていうのかよ。若菜ちん、ヘタレなんだから無理しないで。幻のひなちゃんも結構畜生なんやな。ひなの野郎、幻でまでバカにしやがって。まあひなちゃんっぽいけど、まあ実際のひなちゃんめちゃめちゃ心配してるけどな。お腹すいたわ。もう若菜ちゃんのこと気にしてへんやん。ワンコはそれ幻になってまで言うことかっぱか。てか若菜ちゃんのワンコちゃんの、若菜ちゃんが抱くワンコちゃんのイメージがもうお腹すいたしかないんやな。これひなちゃんはいつもちょっと意地悪してくる子で、ワンコちゃんはいつもお腹すいてる子っていう認識ってことやんなこれ。まあ、間違ってないけどな。くそー、あいつら絶対死んでやらねえからな。
何があってもケンスケあいつらのところに帰るんだ。それに生きて帰らなきゃいけない理由は絶対に絶対に連れて帰ってやるからな。あ、何もしかしてさっき生き倒れてた人の鎧が織田とかやったんかな。連れて帰ってやるからなって言ってるから織田か分からんけど、そのちょうど今から行くとこのなんか鎧のもんやったんかな、さっきの、まあ仏様が。多分そういうことなんちゃうかな。うん、結構熱い感じやな。ちょっと本当に手足の感覚なくなってきた。いやまあでもしょうがねえよな、やっぱだいぶ薄着やしな。まあ着込んでるとは思うけど。うん、おーい他のやつら生きてるか。あれ返事がない。やばいぞ、はぐれたのか。やっぱり無謀だったのかな。それともさゆりやあの黒ゆりの花がダメだったのかな。雪山がこんなにヤバいところだったなんて。まあ若菜ちゃん思ってなかったやろな。ケンスケ君がビビってるだけとしか。多分ね、ケンスケの言うことに従ってれば、ケンスケ、ケンスケ、そうだよな。あいつならこんな場面でも絶対に諦めないよな。できること、今の僕にできること、僕は、あれ僕はここにいるぞ。それはまずいんじゃないの。誰でもいい、答えてくれるならなだれでもいい。なだれは悪、まずくない。響け国友一貫祭のからくり鉄砲槍。てかそれって吹雪の中で出るもんなん。あ、出る。これが僕にできる精一杯か。もう本当に何もできることなくなっちゃった。あ、ちょっと待って、あ、誰や。声が聞こえてくる。またひなやわんこの幻なのかな。ごめんケンスケ、ごめん、ワンコ、ヒナ、僕、帰れそうにない。ごめん。そこで終わんの。いや、でも今なんか誰かおったよな。いや、多分、誰か。武将の誰かやと思うんやけど。声あったもんな。いや今がど、若菜ちゃんが正確にどこおるかわからんから誰かわからんだよな。うわこれ続き気になるな。このまま行こうかな。いやでもこのまま行ってもそうやな、59はね絶対来月になっちゃうからな。まあまあまあ終わっとくか。あ、ということで今回はここまでですね。いやーちょっと若菜ちゃん、まあ助か、いや助かるとは思うんやけど、ちょっとだいぶピンチ、まあはぐれちゃって、もうどうしようもないって時に、からくり鉄砲やりで、まあ信号だみたいなの送ったけど、なんかそれに気づいたっぽい子が、いたっぽいからな、ちょっと。いやちょっと、今後の展開、だいぶ気になりますね。で、まあ若菜ちゃんの方は、
そうです、まあ、まあっていうかまあで流しちゃあかんないけど、まあ遭難しちゃいました。で若菜ちゃん結構ピンチですっていうとこなんやけど、でケンスケくんたちの方もね、今から籠城戦始まるっていう感じで、まあ春貞が攻めてきてるので、まあどっちも結構やばそうではあるね。なんでまあ、もうあと59、60やもんな。でまあどうなるか、どういう感じで終わるのか、はい、楽しみ。ちょっと怖さもあるけど楽しみですね。で次回は多分イベントになるんかな。はい、どこやスケジュールレター10月号で、多分次が秋の排除はお化け屋敷がいっぱいで、その次てんやわんやお祭りパーリーがあって、式部署があってっていう感じで、うん、来るので、まあ多分この辺で、式部署ガチャと一緒にストーリーやっていくかもしんないですね。59章はいになると思います。でまあ多分来月の頭ぐらいにうちも59、60と多分はい見ていくと思うので、うちとしてはまあ来月で完結になりますかね。はいっていう感じでいこうかなと思っておりますてな感じで、今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。